小国こたたんです。おはようございます。ただいまですね、時刻が朝の8時過ぎです。で、僕の目の前今二条城が見える位置にいるんですけど、今日はここから徒歩5分ぐらいの場所にある可愛い店名のチロルっていう喫茶店に行ってきたいと思います。なんか食べログの100名店にも選ばれてるような超有名な老舗喫茶店みたいです。はい、店名もチロルで可愛いねんけど、外観も山小屋風でなんかいい感じなんですよ。可愛くてで気になってたんです。3番出口から向かっていきます。出て左ですね。今左見えてきたのが新千円。左に曲がります。到着、ここです。いいね、チロル。カレーライス、焼き飯、スパゲッティ。メニューの方はちゃんと書かれてんのにな。イタリアンスパゲッティ、カレースパゲッティ。カレーが有名っぽいねんけど、ここ朝やから卵サンド行こうかな。これも看板かわいいな、一個一個。おはようございます。いえいえ、すみません。挨拶が気持ちいい。気持ちいい。はい、じゃあメニュー見ていきます。これがモーニングメニュー、ホットドリンク、コールドドリンク、フード。で、ここね、トーストの種類がめっちゃあって、ハーフ&ハーフ、シナモントースト、蜂蜜トースト、カレートーストっていうのもありました。チロル特製カレー、やっぱり名物はカレーみたいですね。ここ今度また食べます。で、トーストとサンドイッチ、これどっちにしようかめっちゃ悩んだんですけど、この2つの違いが、まあ、パンを焼いてる焼いていない以外にも分厚さがこれ違うみたいです。すいません、注文いいですか。ブレンドコーヒーと、あ、ブラックで大丈夫です、はい、ジャムとバターのハーフ&ハーフと卵サンドのハーフ、はい、以上で、はい。店内見渡してますと、テーブルとか椅子がすごいレトロやなと思って、これ創業当時のやつを未だに使ってはるみたいですね。やっぱ当時のやつやから今と比べてちっちゃめなんですかね、作りが。僕身長182センチあるんで、ちょっとね、膝が当たっちゃうというか。上見上げたら木製のシャンデリアで、なんか新聞か本読もうかな思って、ちょっとそっちに向かってます。京都幸せ食堂、読み始めるや否やすぐ届きました。あ、すいません、ありがとうございます。たまたま一発目開いたページに寺子屋が載ってました。この前撮影行ったとこですね。付箋が貼られてるのはここ喫茶チロルのページ、カレーの王国って書いてますね。ありがとうございます。ありがとうございます。お気に。今運んでくださった
方がなんかチロルさんっぽいなっていう、チロルさんではないんですけどっぽいなと思って、すごい可愛らしいお母さんですね。これ僕の勝手な推測ですけど、このお母さんの赤いエプロンと黒い服、ひさしと色合わせてんちゃうかなっていう、おそらくそうやと思います。届いたのがこちら、卵サンドハーフ。これハーフで400円でこの量すごくないですか。でジャムバタートースト、ハーフ&ハーフですね。それとブレンドコーヒー、で卵サンドにつけるお塩もついてました。寒い日に飲む朝一のホットコーヒー、たまらん。結構濃いめで、はい、美味しかったです。中はこんな感じです。すっごい綺麗な黄色。お出汁が出てるとかふんわりじゅわっとしてるっていうよりかは、まあ、固めではないけどちょうど中間ぐらい。これちょっとお塩生かしてください、早めに。これかけたらまあうまかった、余計うまなった。マヨネーズは入ってたんですけど、からしっぽい味がしなかったんで、ちょっと素朴すぎんなっていう感覚やったんですね。だからこの塩多めにかけてかぶりつくスタイルで。次トースト、バターの方からいただきます。この僕の後ろにね、ひょこっと出てくるベレー帽のお母さん、可愛らしいですね。で店名のチロルっていうのは全然人の名前とかじゃなくて、ただ覚えやすい3文字を付けはったみたいですけど、はい、でもなんかこの人自身がチロルさんっぽいなと思って、ずっとそう思ってました。壁にはね、この昔の八坂神社だったり旧堀川、二代目京都駅、大正時代。席空いてたらこの奥の窓際行きたかったですね。なんか火が入って気持ちよさそうです。でこんな風にゆっくり過ごしてますと、お客さんでそのお母さんと娘さん2人で来てはって、そのお母さんの方がね、僕に話しかけてくれはったんですね。ブログに書いてあるの？ YouTube です。 YouTube？ 今、はい、リアル？いや違います、あの編集して、格好の割にはシュールに食べたんだと思って、まあ静かな店なんだって感じ。残すは卵サンドと、あ残り少ないコーヒー、もうちょい残しとけばよかったね。えこれはちょっと足り、最後も塩かけて、すごい可愛らしいあったかいお店でしたね。ええ感じだった。この二条城からすぐの場所にソングバードコーヒーっていうところあるんですよ、おしゃれなカフェ。そこの卵サンドイッチもめちゃめちゃ美味しかった。また今日のとはちゃう、もっとふわとろで、なんやろ、まあ今風というか。他この辺で言ったら隠れ家カフェ、住宅街の中にある二条小屋だったり、夜ご飯とかで言ったら獅子王、京料理のお店、他にもいろいろありますけど、その辺結構推してるんで、はい、ぜひ皆さんこの辺来たら立ち寄ってください。お願いします。